おはようございます。月曜日朝の体操の時間です。健康を保つためには適度に体を動かすことが大切です。まずは今朝の体調に合わせて全身をバランスよく動かしましょう。みんなの体操です。立ってる方は足を開きましょう。両手を胸の前に準備して手と腕の運動からです。はい、両手をゆっくりと握って手をいっぱいに開きましょう。力強くぐーっと握って指先まで伸ばします。腕の力を抜いて軽く振りましょう。筋肉をよくほぐします。脇を締めながら肘をゆっくりと後ろに引き寄せて前に押し出すように腕を伸ばします。胸の運動です。腕を大きく動かしながら背筋を伸ばしましょう。お腹を押さえるように背中を丸くします。深く息を吸って息を吐きます。繰り返しましょう。上体ゆすりの運動です。立って行う方は足の曲げ伸ばしを加えて軽快に脇腹を叩きます。体を横に曲げましょう。音楽に合わせてリズミカルに動いてみてください。両手を後ろで組んで首の運動です。ゆっくりと前に後ろへ横曲げです。左右にねじります。突き出し運動です。上体横の方で弾ませて腕を瞬発的に伸ばします。同じ方向で立って行う方は足の屈伸をうまく利用して反対側も同じようにここは柔らかくゆすって腕をスッと伸ばします。一度足を戻しましょう。足と腰の運動です。静かに上体を前に倒して背中腰を引き締めます。腕を横に胸を張りましょう。ゆっくりと足を戻して柔らかく二度ゆすり腰、背中、頭と起こします。踏み出す足にしっかりと体重を乗せ背中腰を引き締めることを意識しましょう。バランス感覚を養うためゆっくりと足を戻します。椅子の方も手先を見ながら静かに上体を前に。緊張した背中と腰を緩めるため4回ゆすりますがゆっくりと1回だけでも結構です。もう一度腕と足の運動です。元気よく腕を振って立って行う方は軽快に横にステップです。その場で元の位置に戻ります。椅子の方も元気よく腕を振って肘を反対足膝の方向に近づけるように二度ねじり曲げます。深呼吸です。体調に合わせて無理なく体操できましたでしょうか。月曜日の朝はラジオ体操第一をより正しく実践していただくためにいくつか運動を取り上げてご紹介いたします。画面をよくご覧いただき一緒に正しく動いてみてください。ピアノ伴奏は永和太郎さんです。
腕を前で交差しましょう。横に振る運動です。はい。さあ、ここは両手を軽く握り、余分な力を抜いて横に振ります。腕の重さ、振った反動をうまく利用して振り子のように振りましょう。はい。第一体操の2番目に腕を振って足を曲げ伸ばす運動がありますが、今行っていただいた腕振り、今日はここにポイントを置きましょう。腕の横振りですが、肘が曲がってしまったり腕の位置が高くならないようにするため、できるだけ腕を遠く伸ばすように心がけましょう。またこの時、上体が前かがみにならないように、全体の姿勢にも注意して運動を進めるようにしましょう。それでは足もつけながらご一緒に。はい。さあ、腕の力を抜いて、腕を振って足を元気よく曲げ伸ばすことで筋肉をほぐして血行を良くします。続いてラジオ体操の第一ですが、もう一つワンポイントです。1番目の背伸びの運動、力みすぎないようにするため、軽く手を握り、腕は体から遠く離すように大きく動かしましょう。こうすることで背筋を気持ちよく伸ばすことができます。皆さんにはこの辺も含め分かりやすいように、アシスタントは2人、横を向き角度を変えて運動を進めます。第一体操です。背伸びの運動から、体から遠く離れるように大きく動かしましょう。背筋を十分に伸ばします。腕と足の運動、肘が曲がっていないか、腕の高さ、この辺りも注意をしましょう。腕を回します。大きく回しましょう。この時もできれば腕が顔のそばを通るようにしますと、肩の周り十分にほぐすことができます。胸の運動です。腕を軽く横に振って、手先を伸ばしながら斜め上です。ゆっくりと胸を反らせましょう。横曲げの運動、体が前かがみにならないように注意して、腕で頭も一緒に押し曲げるようなつもりで曲げてみましょう。腕の横が気持ちよく伸びます。前後に曲げる運動です。頭を中に入れて、ゆっくりと上体を反らせます。上体の力を抜いて背中腰を緩めましょう。腕を振って体をねじります。しっかりと後ろを振り向いて、ウエストを中心に十分にねじります。腕と足の運動です。ここは全身を引き締めるようなつもりで、指先までしっかり伸ばしましょう。上体を柔らかく曲げて胸を反らせます。胸を反らせる際、お腹が出やすくなりますから注意してください。腕をしっかりと後ろに引いて、体を大きく回します。できるだけ腕を伸ばしたまま大きく回します。腰周辺の筋肉を柔軟に保ちます。両足跳びの運動、椅子の方は肩をゆすりましょう。腕と足の運動です。弾んだ呼吸を整えるようにゆっくりと、深呼吸です。深く息を吸って吐きます。月曜日朝の体操、この辺で。どうぞ皆さん、今日も一日お元気にお過ごしください。
はようございます。さあ、今朝も体操で全身をバランスよく動かして体調を整え、若々しい体を保ちましょう。まずはみんなの体操です。立っての方は足を開きましょう。腕を曲げて胸の前を準備します。手と腕の運動からです。はい、少しずつ力を入れて握りましょう。指先までよく伸ばして開きます。繰り返しましょう。腕を緩めてブラブラとよく振ってください。腕、指先の筋肉をほぐします。軽く握り、肘を後ろに引く腕と肩の運動です。前押し出すようによく伸ばしましょう。もう一度繰り返します。前よく伸ばしてください。吐くお腹まで息を吸いながら腕を上に引き上げる胸の運動です。ゆっくり息を吐きながら両手をお腹に当てます。深い呼吸に合わせて腕で胸を大きく開いて呼吸器官の働きを高めます。丸くなりがちな背筋もよく伸ばしましょう。息を吐きながら両手をお腹に当てます。もう一度ご一緒しましょう。腕を曲げて上体をゆすります。肘の内側で軽く脇腹を叩きましょう。立っている方は足をよく曲げ伸ばして全身を弾ませるようにゆすりましょう。横へ曲げます。反対側へ曲げます。両手を後ろで組んで首の運動です。前曲げから前、柔らかく後ろへ、前後に柔らかく曲げます。横曲げです。首から肩の筋肉をよく伸ばしてください。横へねじりましょう。横を向きます。反対側を向きましょう。弾みと突き出し運動です。体の横で柔らかく4回揺すって力強くパッと突き出して戻します。もう一度同じ方向へ行って揺すります。全身の瞬発力を高める運動です。腕や肩に痛みのある方は瞬発的な運動にはなりませんが、ご自分の体調に合わせてゆっくりと腕を曲げたり伸ばしたりする運動を続けてください。さあ、立っている方は足を戻しましょう。足と腰の運動です。前に踏み出した足に体重を乗せ上体を倒します。後ろの足の膝を曲げて上体を起こし胸を張りましょう。バランスよく足を戻します。両手を膝に2度揺すって腰から起こします。この運動は自分の体重を利用して足や腰の筋力の衰えを防ぐ運動です。足を戻しましょう。座っての方も上体を前に倒して腰背中の筋肉を引き締めます。上体を起こして胸を張りましょう。両手を膝に4回柔らかく揺すりますが、揺する運動は1回前に曲げる運動に変えていただいても結構です。もう一度ご一緒しましょう。足を戻します。腕と足の運動です。腕は前に大きく振ります。立っての方は横へ2歩移動しますが、この移動も前と後ろでもその場で足踏みをする運動に変えていただいても結構です。座っての方も元気に腕を振ったら肘を反対の足の方へ近づけるように腕をねじり曲げます。深呼吸です。深く息を吐きます。ここまでの体操で体調に変わりはありませんか？今朝のピアノ伴奏は幅茂美さんです。さあ、それでは足の方の筋肉をほぐすように足を叩きましょう。はい、上体を前に曲げながらももやふくらはぎを叩きます。繰り返しましょう。
火曜日は第2体操を効果的に続けていただくために体操の狙いやポイントを確認して練習しましょう。今朝は2番の腕と足の大きい筋肉をしっかりと曲げ伸ばして全身の血行を良くする運動です。この運動、かかとがついたまま足が開き、前かがみになりながら腕や足が曲がりが不十分になりがちです。そこで足だけポイントに置いて練習しましょう。両手を腰に、かかとを上げ、内側へ押しながら足を2度曲げて、かかとを下ろします。さあご一緒に、はい、かかとを上げて曲げ伸ばして、曲げ伸ばして下ろします。さあかかとが離れないように繰り返しましょう。うまくできますか？もう一度。さあこの運動に腕を加えましょう。腕を深く交差して振り上げと同時にかかとを上げます。はい、振り上げて曲げ伸ばして、曲げ伸ばして振り下ろす。振り上げて曲げ伸ばして、曲げ伸ばして振り下ろす。さあかかとが離れないように足をしっかり曲げ伸ばします。ここまでの運動、足の方をポイントに置いて練習してきました。それでは今朝は足担当の2人が角度を変えて分かりやすく体操をご一緒します。それでは良い姿勢でラジオ体操第2です。まずは全身をゆすります。座っている方は肩を上げたり下ろしたりしましょう。はい、さあ今朝練習をしてきた腕と足の運動、振り上げて曲げ伸ばして、曲げ伸ばして振り下ろす。かかとが離れないように膝足首を柔らかく使ってしっかりと腕も足も曲げ伸ばしましょう。その腕を前から横へ開いて振り下ろして、前から後ろへ回します。腕、胸、肩の運動です。胸の運動です。ゆっくり胸を反らせて前へ緩めます。深く息を吸います。吐きましょう。胸を張るときに上体が反りすぎないように注意します。横曲げです。弾みをつけて2度横へ曲げて腿を叩きます。座っての方はゆっくり横へ曲げて戻します。この運動も前かがみにならないように注意しましょう。腕を振って前後へ曲げます。振り下ろして振り上げて上体を反らせます。前曲げ、前曲げ、後ろ反り、上を見上げてください。腕を振って体をねじります。大きく振ります。小さく正面で巻きつけます。後ろへ行った手をご覧ください。足を戻して片足跳びです。ももを高く引き上げます。軽快に駆け足足踏みです。足を開いて上体をねじり反らせて柔らかく二度曲げます。反対側へもねじり反らせて柔らかく二度曲げます。上体を倒して背の運動です。強く腕を振り上げて前、上振りを強く。さあ背中が丸くならないように注意しましょう。足を戻して両足跳びです。はい、開いて閉じて、腕と足の運動です。腕は前から横へ、腕の振りと足の曲げ伸ばしに合わせて弾んだ呼吸を整えていきます。深呼吸です。深く息を吸って、ゆっくり吐きながら前で交差して、もう一度吸って、体側へ。今朝の体操はこの辺で、この後もどうぞお元気で、ごきげんよう。おはようございます。
水曜日朝の体操の時間です。規則正しい生活とともに運動を生活の中に取り入れて健康な体を保ちましょう。はじめはみんなの体操です。立っている方は足を開いて両手を胸の前に準備しましょう。手と腕の運動から、はい、力を入れてゆっくりと握ります。指先から大きく開いて伸ばしましょう。もう一度、今度は力を抜いて手をブラブラと振りましょう。腕から指先の血行を良くします。両手を握って肘をゆっくり後ろの方に引いてください。手のひらで押し出すように腕を前に伸ばします。もう一度、手首や肘、肩の関節をよく動かして柔軟に保ちましょう。胸の運動です。息を吸いながら腕を大きく上に引き上げましょう。息を吐きながら両手を中に背中を丸めます。深く息を吸って吐きましょう。繰り返します。背筋も十分に伸ばしてください。緩めて、もう一度、腕を曲げて上体をゆする運動です。立って行う方は足の曲げ伸ばしを加えて全身の筋肉をほぐしましょう。横曲げです。柔らかく横に曲げて、起こして反対側にも体を横に曲げることで背骨を柔軟に保ちます。両手を後ろで組んで首の運動、ゆっくりと前に曲げて後ろに、柔らかく前後に曲げましょう。横曲げです。さあ、肩の力を抜いて気持ちよく行ってください。左右にねじります。反対側にも、突き出し運動です。柔らかく体の横で揺すって腕を素早く突き出します。立って行う方は揺すってる方に体重を乗せて突き出すときに体重を移動しましょう。腕や肩の痛い方は無理のない範囲で行ってください。もう一度、立ってる方は足を戻して足と腰の運動です。足を踏み出して上体を前に倒します。腕を横に胸を張りましょう。前の足をゆっくりと戻して、両手を膝に柔らかく揺すってゆっくりと起こしてください。さあ、踏み出した足にしっかりと体重を乗せて足や腰の筋肉を引き締めましょう。柔らかく揺すぎます。椅子の方も静かに上体を倒して背中や腰の筋肉を引き締めます。ここは柔らかく4回揺すってゆっくりと起こしましょう。もう一度、足の運動です。元気よく腕を振って、立っている方は横に2歩移動します。この移動は前に行ったり後ろに行ったり、あるいはそのまま足踏みでも結構です。椅子の方は肘を反対の膝にねじるように近づけましょう。深呼吸です。深く息を吸って吐きましょう。みんなの体操いかがでしたか。続いて今日のポイントとして運動の狙いや効果などを取り上げてお伝えします。今回は運動を行う時の呼吸です。息を吸ったり吐いたりすることで呼吸の機能を活発にしましょう。それでは運動を一つ取り上げてお伝えします。足を開いて息を吸いながら腕を引き上げます。
息を吐きながらゆっくりと下ろしましょう。このように意識的に行うことで、体に取り込む酸素の量を増やし、心臓や肺の働きを良くしましょう。ピアノ伴奏は永和太郎さんです。それでは運動を続けて行ってみましょう。ご一緒に。はい。息をしっかりと吸って、息をゆっくりと吐きます。深く息を吸います。息を吐いて。さあもう一度。さあ続けて今度は片方の腕を上に体を横に曲げましょう。戻して。体を横に曲げながら息を吐いて、戻すときに息を吸います。柔らかく横に曲げてください。続けて今度は両手を腰に足を曲げ伸ばします。椅子の方は片方の足を胸に近づけて戻します。立って行う方は力を入れるときに息を吐いて、戻すときに息を吸いましょう。動きに合わせて呼吸を行ってください。うまく行いましたでしょうか。続いてこの後の体操の中でも呼吸を意識的に行いましょう。それではのびのびとラジオ体操第一です。腕を前から上に上げて大きく背伸びの運動から、はい、背筋をしっかりと伸ばして緩めます。息を吸って吐きましょう。腕と足の運動です。立って行う方は足の曲げ伸ばしもしっかりと行いましょう。腕を回します。外側に回して内側に回しましょう。肩を中心に腕を大きく回してください。胸の運動です。腕を横に振って斜め上に大きく伸ばします。さあここも意識的に呼吸を行ってください。息を吸って吐きます。横曲げの運動です。ゆっくりと横に曲げて、反対側にも。前後に曲げます。柔らかく曲げて後ろに反ります。振って体をねじりましょう。斜め後ろに大きくねじって、さあここも息を吐いて、腕と足の運動です。肩上、肩下、力強く素早く行いましょう。斜め下に柔らかく曲げて、起こして胸を反らせます。息を吐いて、息を大きく吸いましょう。体を大きく回します。腰周辺の筋肉をほぐすように行いましょう。両足跳びの運動です。椅子の方は肩の上げ下ろしを行ってください。腕と足の運動です。さあゆったりと大きく弾んだ呼吸を整えるように行いましょう。深呼吸です。深く息を吸って吐きます。これでこの時間の体操終わります。この後もどうぞお元気でお過ごしください。ごきげんよう。